ラペットジーシャンの紙芝居まだかな。はい、ということで刑事でございます。はい、で今回もドラゴンクエスト10やっていきたいと思います。で前回、この真のメルサンディ村の、第1話から3話までの、メインストーリーをやったんですけど、今回は4話5話、まあ、5話構成なので、今回、4話からやっていきたいと思います。で、冒険ガイドの方が新メルサンディ村の、童話作家の家にいるアイリに話しかけようとなってますので、またアイリちゃんに会いに行きたいと思いますけども、録画したの昨日だったから、どんな話だったっけ、メインストーリー、メインストーリー、あ、ここだ。新メルサ、メルサンディ村のアイリに頼まれ、ザンクローネに協力しウサギをおびき出した。ウサギたちは倒される間際、魔女が現れるという予言を残した。アイリは童話4話に描かれた悲劇的な結末が本当になるのではと、ああ、そっかそっか、心配してた、しているようだということで、前回ここまで終わってますね。はい、ということでやっていきたいと思います。じゃあ愛理ちゃんに会いに行こう。ベリカさん、さっき井戸端会議で、はい、おばちゃん同士で話した。ルーデさんから愛理ちゃんの体調があまり良くないって聞いたの。井戸端会議、ここ井戸あるからね。あ、そういうことか。やっぱ井戸端会議ってそういうこう、あの昔水道がない頃、井戸があって、そういうところから井戸端会議っていう言葉がやっぱり来て、あ、そんなことどうでもいいね、そんなことどうでもいい。ルーデさんから、アイリちゃんの体調があまり良くないって聞いたの。その上何か思い詰めてるって、誰か悩みを聞いてあげられる人がいたらいいのに。いやいやいや、あなたが行きなさいよ。じゃあお前が行けよ、お前が行けよ。俺に訴えるんじゃねえよ。じゃあ愛理ちゃん、愛理ちゃん、はい、大丈夫かな。もう座ってる。まあ、刑事さん心配してきてさ、もちろんそうだよ。はい、魔女が現れ村を滅ぼすと書かれたおじい様の童話の4話、あれからよく読み返してみたんです。そしたら物語の中に魔女は鶏さんの声に驚き逃げていったというシーンがありました。おう、鶏さん、きっとこれが魔女の弱点なんです。なるほど、このエピソードが最後の希望です。もしうまくいけば、メルサンディ村を救えるはず。ケイさんお願いです。魔女が現れるという木漏れ日の広場の井戸に鶏さんを連れて行ってください。はい、魔女の弱点である鶏を連れて行ってください。なるほどね。チキンにチキンなわけですね。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。何言ってんだ俺。ケイ、はい、さんありがとう。ご報告。滅びの運命を変えるため、私にも何かできることがある。そう信じたいんです。私のお友達のラーシャさんに言えば、ニワトリさんを貸してくれると思います。どうかお願いいたします。ラーシャさん。ラーシャさん、お話の行き先。あ、これ、そっか。今、マップからもうお話の行き先っていうメニューが、はい、マップから行けるんだ。あ、行けるんじゃなくてさ、表示されるんだ。魔女と鶏、小さな英雄の肖像。ああ、これはクエストってことか。へえ、あ、便利になったな。こういう意味でも便利になったな、ほんと。魔女と鶏ね。はい、え、わ、 BGM なくなったわ。夕方か。カエルじゃなかった。カエルじゃなかった。カラスが鳴いてたから。夕方かな。
んよりしてるからわかんねえ。時計見て、あ、夕方だ。ラーシャさん、はい。何何？アイリが鶏貸してほしいって。うん、オッケー。軽いな。あ、でもタダでは貸せないよ。私がお父さんに頼まれていたお使い、代わりに行ってきてほしいな。うん。ローヌ樹林帯の大場商店にピヨピヨ豆っていうひよこがよく育つ豆を売っている人がいるの。その豆買ってきて。お金は後で払うから立て替えておいてね、よろしく、ということで、はい、ピヨピヨ豆です。ピヨピヨ豆、なんかあの1414だったような気がする。1414ゴールドかな。メガルーラストーンではまだレンダーシアはいけないね。あ、まだとか言っちゃった。今のは聞かなかったことにしてください。あ、メインストーリーだからこれでいけるかな。あ、いけるわ。助かる。これは助かるな。すいません、感動して。これは助かるわ。ローの樹林って結構地味に遠いですもんね。まあ、バシッコも今あるから楽でいいけど、ピヨピヨ、あ、この人だ。はい。私は古今東西の珍しいものを取り扱っている謎の行商人ピヨピヨさんだ。ほほう、ピヨピヨ豆が欲しいと。なかなかどうしてお目が高い。ピヨピヨ豆は一粒1414ゴールドだ。どうだ、買っていくかね。はい。若者よ、この豆には一粒に1414万チキンパワーが宿って。チキンパワーってなんだ。あの弱腰、最強の弱腰みたい。さあ持っていけ。はい。その豆には値段では測れない価値がある。いい買い物したな。うん。ということで、あ、じゃあまた冒険ガイドに戻れる。あ、戻れるわ。楽でいいわこれ。あれ、もしかして君が持ってるの、ひよこがよく育つピヨピヨ豆。はい。よし、それを渡してくれたら約束通り鶏を貸してあげる。ラーシャにピヨピヨ豆渡します。はい。やった、私の代わりにお使いに行ってくれてありがとう。これがお金ね。返してくれるの。いいのに。1414ゴールドぐらい。じゃあお父さんの秘蔵このコッケちゃん貸してあげる。コッケちゃん、はい。コケちゃんはね、この村一番の美声の持ち主なんだよ。しかも隣町に届くぐらい大声なの。はあ、はい。あ、泣いて魔女をもっともっと何嫌がらせるということね。あれ、今コケちゃん、あ、コケちゃん大事なものに入ってるわ、コケちゃん。じゃあ、シンメルサンディ国葬隊の木漏れ日の広場へ行こうということなの。木漏れ日の広場に、じゃあ行きます。はい。はい。あ、そうそうそう、今回の、サポート仲間さんは、はい、この方たちですよ。はいはいはい。どうすか、全国のお父さん。はい、うちはいい子を揃えてますよ。あれ、スーさん魔法戦士、ネメシスさん賢者、きなごもちさん、僧侶となっております。はい、ということで、何ですか皆さん、何ですか皆さん、てめえ見た目で選んでんじゃねえかと。そんなことないですよ。ステータス見てください。みんな500超えの HP の方たちなので、みんなステータスが高いから選んで、決して見た目で選んだわけじゃないですよ。何を言ってるのかちょっと分かんないです。はい。
ということで、あーいいなこれ、あーいいなこれ、後ろからのあのアングルも最高だ。はい、ということで、お、ムービーか。ケイジは木漏れ日の広場の井戸の周りでコッケちゃんを解き放った。はい、あ、コッケちゃん真っ黒。全ての麦を倒し水が干上がり涙が枯れてもメルサンディ村が滅びぬ限り私の恨みは止まらない。それザングローネの言葉のあのもじったやつじゃねえか。ザングローネのパロディじゃねえか。永遠の夜とともに魔女グレーテル参りました。いやーん最高じゃねえか魔女。コッケコッコーって、コッケちゃん頑張って、コッケちゃん頑張って、あ、怯えてる怯えてる、コッケちゃんもっと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 、コッケちゃんあれ、コッケ、あれあれ、コッケコッケじゃねえよ、あれ全然弱点じゃない。ふふ、私の弱点がニワトリだって、ニワトリだって思ったみたいね。そういえば前にニワトリの声を聞いて逃げたことがあったかしら。うん、ああ、コッケちゃんが、残念、逃げたのは朝の光が苦手だから。ああ、夜の女王ってことね。夜の女王意味わかんねえけど、でも今は魔法で黒い霧を呼んでるし、弱点でも何でもないのだけど。あ、なるほど、あ、なるほどじゃねえ。で、旅人さん、あなたもパンになっちゃう？ぜひお願いします。お仕置きを、お仕置きをお願いします。パンのように焼き上がるのはてめえの方だぜ。この声は、俺に何の恨みがあるのか知らねえが、これ以上村に手を出すな。アラン、会いたかったわザンクローネ。あんたは俺の体をバラバラにした上、その体を使って村の、俺の村を襲いやがった。怒りで腹渡が焦げそうだぜ。いやね、自分の罪を棚にあげて私を責めるなんて、ほんと身も心もちっちゃい男。いや俺も言われてみ、ちっちゃい男言われてみたい俺も。あ、うわ、罪だと？あなたの罪のせいでメルサンディ村は滅んじゃうのよ。大した英雄さんね。ああ、また会いに来てねザンクローネ、何度でも会いに来て。わっ、フルスイング。その時こそあなたの大切なものを何もかもぐっちゃぐちゃにしてあげる。さあ坊や、お家に帰って滅びの恐怖を伝えてくれるかしら。いや、僕も連れてってもらえませんか。グレーゼル様、グレーゼル様、僕も連れてってもらえませんか。グレーゼル様、お供します。キャハハハ、真っ暗で何も見れない、入らない方が良さそう。へえ、じゃあ冒険ガイド、アイリに報告しよう。はい、
あ、でもコッケちゃんがパンにされちゃったから、あ、それ ラーシャさんに言っとかないと。あのコッケちゃんが、コッケちゃんがパンになりましたけど、コッケちゃんはね、この村一番の美声の持ち主なんだよ。しかも隣町に届くぐらい大声なの。あー、その大事なコッケちゃんを私はグレーテル様にパン、グレーテル様にパンに、俺もグレーテル様言っちゃってるから、ね、もう完全にしもべになってるから、グレーテル様の。はい、愛理ちゃん。刑事さん、魔女の出現は防げましたか？いや、それが、魔女の弱点は鶏ではなく朝の光ですって。なんてこと、私の勘違いだったんですが。ですか、そんな私には何一つできないと、運命など変えられないと神様はそうおっしゃってるんですね。う、ゲオゲオゲオゴホ。うー、愛理ちゃん、ごめんなさい。刑事さんは精一杯頑張ってくださったの、これ受け取ってください。あー、もうオーブ3個とかそんな気使わなくていいのに。はい、お、レベルは86になったと。86になったつうことはスキルが、やった、ついに10ポイント貯まった。 HP プラス30だ、やった。よし、でこれで俺の HP が370になったってことか。それでも370だからね、他のみんな500なのに。はあはあ、ごめんなさい刑事さん、もう希望が持てません。村のことも自分の、いや、もうそんなこと、もうそんなこと言うのやめてよ本当。愛理ちゃん、冒険ガイド、シンメルサンディ村のザンクローネ像の前にラペットに話しかけよう。あ、ラペットじいちゃんに。ラペットじいちゃん、人さん、愛理ちゃんが塞ぎ込んでるみたいなの、もうどうしたらいいか。こういう時はラペットじいさんなら元気つける方法知ってるかもしれないわ。ラペットじいさんに会ってみて。この人ほんとそういうことをよく教えてくれるけど、自分は行かないんだね。自分は行かないんだね。はい、ラペットじいさん、はい、旅人シャンや愛理ちゃんの様子がおかしいんだが、何か理由を知らないかね。いや、それがコッケちゃんが、魔女が井戸から現れる、メルサンデ村が滅ぶ、もしや愛理ちゃんは小さな英雄ザンクローネの物語4話を読んだのかね。あれ、じいちゃん知ってる、あの未完成の悲しい話物語。あ、知ってるのか。知ってる人は少ないけども、パンパーニは死んじゃう直前まで英雄ザンクローネの物語を書いてたんだよ。だけど時間が足りなくてね、パンパニーニは望んだ結末にたどり着けないまま眠りについたんだ。なるほどね。ザンクローネが負けたまま終わるあの結末に愛理ちゃんショックを受けただろうね。なるほどね。なんか大逆転みたいなのが本当はあるんだけどなくなっちゃったんだね。そうだ、旅人シャン、わしこんなものを拾ったんだよ。何？なんとなくだけど、あ、童話に出てくるザンクローネの魂の結晶、グレンの大宝石に似ている気がしてね。いや、まあそれは、はい、それはそうなんですけど、どんな時も希望を捨ててはいかん。この石を渡して愛理ちゃんにそう伝えて元気つけてくれないかい。うん、はい、ありがとうよ。
お前ちゃんはどこか童話の中の不思議な旅人ちゃんに似てるね。それじゃあこの大宝石を愛理ちゃんに渡してきておくれ。はい、わかりました。はい、わかりました。はいはい、じゃあ愛理ちゃんに渡してきます。いやでも向こうの世界でもこっちの世界でも、ああれはザンクローネの結晶なのかな、グレン石は。やめて。え、どうした。ああ、アラン、ザンクローネのお友達の坊やね。はい、刑事でございます、グレゼル様。はい、ご機嫌うるわしゅう。私のいたずらウサギちゃんから聞いていたの、ザンクローネが気にかけている可愛い村娘がいるってね。なるほど。いやん、焼けちゃう。え、ザンクローネ大好きか。というわけでこの子はメルサンデ村滅亡前夜祭の生贄に捧げることにしたわ。ねえ、ザンクローネに伝えて、もしもこの子を助けたければ南のローの樹林帯から続く魔女の森の野猿館までいらっしゃいって。キャハハ、キャハハじゃない、ないですよ、ないですよ、グレーテル様。アイリちゃん病気なのに、ただでさえ。ケイジ、俺の声が聞こえるか。ん、その声は、あ、やっぱり魔女から受けた傷が深くてな、霊によって魂を結晶化させて回復してたんだ。なるほど。魔女の野郎、アイリをさらうとは卑劣な真似しやがって。村人たちが騒ぎ出す前に何とかしねえと。うん、刑事、力を貸してくれ、俺を魔女の森へ。刑事はグレンの大宝石を大事にしまった。はい、ということで冒険ガイドが新ローヌ樹林帯の東にある魔女の森の野猿館。魔女の森、このキャラでは行ったことないもんね。あの大場書店に行くってことかな。またあ、なるほどね、大場書店。はい、じゃあ魔女の森に向かいます。この辺の敵倒したことあるかな俺。あ、倒したことないよ、エビルソーサラ。お、装備、あ、しかも光ってる。光ってるやつは、錬金効果、同じ錬金効果が3つつくんだっけ。おしゃれさんプラス10マイナス9。ざけんな。ざけんな。ざけんな。おしゃれさんプラス10マイナス9。11。おしゃれさ3しかついてねえじゃねえか。素早ささん。はい、でもレベル70装備なんだね、僧侶とか魔法使い賢者の。なるほどね。ざけんな、ウケる。ほんと動画的には面白いけど、動画ね、おしゃれさ10マイナスけど、ほんとざけんな。面白い。
のウドラーの強い版は倒したことないんじゃないかな。エビル・トレント行っとこ。このパペットマンうぜえな。魔女の森はこの上からなんか渡っていくんだっけ。これ渡るんだ。間違えた。これを渡るんだな。あ、ほんでそこだ。でここから行くんだな。雑だ。魔女の森は命が惜しくば魔女の森に入ってはならない。どうしても行くのなら道を失いしとき灯火をたどれ。なるほどね。今この案内にあったように道が分かりづらいんですよ。分かりづらいんですけど、この灯火を火がついたところを目印に行けば、なんか一番上の、野猿なんて書いてるんだ。マヤ園館、新野猿館、新野猿館に行けます。はい。なので、まあマップ上も白いこうな道の印がこう白い道順がこうずっとねうっすらついてるんですけどね。その道通りに行けば。で道を踏み外したりとかすると道間違えたりとかすると、もちろん宝箱とかをこういうね上にある宝箱を取るとかいう場合は道を外れて取りに行かなきゃいけないんですけど、まあそれ以外はこういうねこういう分かれ道があってもこういう灯火が火がついた方に行けばいいってことですよ。こういうね上の宝箱を取りたい場合はやっぱ道を外れていくしかないんですけどね。まあ今回それはやめときましょう。すんげえ時間かかるんで。そうするとでこっちにまた、はい、灯火がある。これなんだ。ああ、あれか、夜のやつか。ドグラマっこい。はい、うん。で次はこの木の上の道に火がついてる。はい。でこっち火がついてるのはこっち。
で火がついてるのあっち。このシャドウは倒してるよね、倒してるね。火がついてるのこっち、あこっちだけど、そこの素材をこういうとこ落ちちゃうとね、なかなか上がってこれないんですよ。またこっちに上がってくるのがちょっと面倒で、ほらこの辺からも全然上がれないでしょ。全然上がれ、ぐるーっと回って上がってくるんですよ。で今度こっち、あんなとこ火があったっけ、あんなとこ火があったっけ、これ、あ、いいんだいいんだ、あそこ、そうかそうか、こっちから行かなくてもこう行ってもいいってことかだよね。よし、あとは野猿館に向かって、来た、着いた、野猿館敵強いので、ちょっと一旦落下な、あ、名もなき草原とかもいらない。野猿館ちょっとルーラストーン登録しとこう。負けることもあるかもしれないし、ま、大丈夫とは思うんですけどね。シナリオ進行に影響されるため、この石を他のプレイヤーが使うには一度真の野猿館に入る必要があります。なるほどね、ネタバレ防止ってことです。あれ、ここ宝箱なかったっけ。お、あ、相変わらず今日もナイスですね、グレーゼル様。待ってたね、ザンクローネ。さあメルサンデ村滅亡前夜祭を始めましょう。あ、アイリちゃんが、てめえの汚え手口にはヘドが出るぜ。今すぐそのジョーちゃんを下ろせ。うふふ、いい顔。あなたのその苦しそうな顔を見てると私満たされるの。ドSじゃねえか。いいですね、そのグレーゼルさん、その感覚素敵です。はい、それじゃあお待ちかねの今夜のディナーを紹介しましょうね。あー、アイリちゃん、一つ目はじっくり煮込む惨めな村娘シチュー。やめてグレーゼル様、やめてよ。二つ目はプルンと新鮮英雄の心臓ボイル。あ、これザンクローネの心臓じゃね。そう、あなたの心臓よザンクローネ。どちらを授けるか選ばせてあげちゃう。パンパンじゃねえし、キャハ、面白い思考でしょ。面白くね、笑えねえよ。選ばれなかった方はお鍋にドボン。壊れてしまって永遠に失われるの。へえ。それザンクローネも点点点やがな。あなたがもし娘を助けたら元の姿に戻ることも村を救うこともできなくなっちゃうわ。ふふ。やってみな。っていうか鍋を壊せばいいんじゃね。鍋を壊せばいいんじゃね。それじゃあお言葉に甘えて。ああ。お、アイリちゃん。どうして？あなたが体を取り戻せば村を救えるのに。お前を犠牲にして手に入れる。
体なんざいらねえ。そんな小さな体じゃ私と同じ何もなすことなんてできません。何弱気になってんだか。いいぜ、嬢ちゃん。黙って俺の背中を見てな。男の器は身の丈じゃ測れねえ。背負った希望のデカさで。決まんだよ。かっこいい。決まった。そう。やっぱりあなたは自分の体よりもその子を選ぶのね。つまらない男。そのバカ面もいい加減見飽きたは言い方が。そろそろ終わりにしましょうか。さあ、茹で上がった心臓ちゃん、苦しい鼓動を聞かせてちょうだい。どっくん、ドドドドドー。ザンクローネ、魂すらもバラバラに刻んで、すべての希望を絶ってあげる。刑事、そいつはもうどうしようもなく壊れちまって俺の心臓には戻りゃしねえ。お前の手で人思いにその化け物を葬ってやってくれ。自分の心臓なんだから自分でやれよ。俺もうなずいたがな。うわ、じゃあ強いでいます。バーニングハート。あれ、ダメージ受けなかったぞ。いいアングルだ、いいアングルだ。バーニングハート、これ、うわー、結構ダメージ食うわ。うわ、激横。あ、でも黄色くなってるね。うわ、死んだ。あざーす。激横になってからきついな。うーわ、賢者さんも死んだ。大したダメ、あ、そうか、怒ってねえからか。倒した。よっしゃー。
今の心臓なんか死ぬ時はなんか魔性に変わる時はなんか安らかな眠り顔だったけどね、可愛い眠り顔だったよ。鬼切るぜ剣士。キャハハハ、心臓消し飛んじゃった、消し飛んじゃった。これで二度と元の姿に戻れないのね。ベルサンディム村もおしまいよ。やっぱりあなたはいつだって誰一人何一つ救えないんだわ。キッズ、まだ心臓がなくなっただけじゃねえか。お、往生際の悪い男って嫌い。全てを諦めて楽になりなさいな。ああ、アイリちゃん、ああ。俺は諦めねえ。私、わかりました。おじい様が書きたかったのは悲劇なんかじゃない。たとえ体が小さくても、呪われていても、病気で長く生きられなくても、どんな時も希望を失ってはいけないと。私に希望を持ちなさいって伝えようとしてくれたんだと、くれてたんだと思います。その通りだぜアイリ。お、これはお前のために描かれた希望の物語。お前が願ってくれるのなら奇跡だろうと起こしてみせる。ザンクローネさん。頭に乗って言うこと。メルサンディ村に私に希望をください。うおアイリちゃんもうおーってなってる。うお、お前の声がかすれない限り救いは必ず訪れる。俺は必ず駆けつける。いやもうこのシーン何回見ても感動するな。嘘がまことか、おとぎ話か、身をもって教えてやんよ。ゼル様、軽い身のこなし。名残惜しいけど今日はこのくらいで許してあげる。ごきげんようザンクローネ。俺とも遊んでいってもらいたいのに。ザンクローネばっかりじゃなくて俺とも遊んでくださいグレーゼル様。逃がさねえぜ。なあアイリ、病気なんかに負けんじゃねえぞ。どんな時も希望は捨てんな。メルサンディ村は俺と共にある。ありがとう小さな英雄さん。刑事とあの変態サポの方たちです、はい、あ変態サポ言ったら大変失礼しました。ご協力してくれてる、セクシーサポの皆さんです、はい、ザンクローネンさんの物語はこれからも続いていくんですね、うん、刑事さん、私決めました。私が続きを書きます。おじいさまが書ききれなかった希望の物語の続きを、うん、ではメルサンディ村へ帰りましょうか。いやよかった。
セクシーサポの皆さんありがとうございました。ここ宝箱なかったっけ？なんか部屋があったよね、ここ。ほら部屋があるもんね。ある。入れんのかな。なんか変な目玉がついてるけど入れるのかな。あ、固く閉ざされ入れねえ。じゃあこっちも入れねえのかな。あ、こっちはなんか扉に目玉がねえよ。あ、入れる。美しそう。魅力が1上がる魔法の。さすがグレーゼル様の館。グレーゼル様の館ではないのか。これで終わりかな。これ4話目5話目これ4話目34。あ、これ5話目だ。これで終わりだ。ベルサンデ村に帰ろう。よし帰ろう。あ、その前にこの辺で宝探し。この近くにないかな。ねえ、ちょっと離れてる。やめとこう。はい。アイリちゃん、タペットおじいさん、アイリちゃん、大丈夫かい、アイリちゃん。大丈夫です。私も大丈夫ですよ。うん。紹介、寝込んでたアイリちゃんが消えたってみんな大慌てだったんだよ。でも旅人ちゃんが見つけてくれたんだね。皆さんにはご心配をおかけしました。私、刑事さんに助けていただいて少し強くなれた気がします。うん。ラペットおじいさん、私パンパニーニおじい様の童話の続きを書きます。しょうかしょうか。パンパニーニも喜ぶだろうね。アイリお嬢様、なんだっけ名前、お手伝いさん、ルーデさん、よくご無事で。お部屋を覗いたら空っぽなんだもの。心配で痩せちまうところだったね。痩せてしまうところだったけど痩せてはいない、はい、ごめんなさいルーデさん。私お腹が空いちゃって。パンをたくさん焼いていただけますか。まあもちろんさね、もちろんさね。ありがとうございます。私にもお手伝いさせてくださいね。刑事さん、このご恩はきっと忘れません。私必ずやおじい様の童話を、小さな英雄さんの物語の続きを書き上げます。どうか楽しみにしていてくださいね。あなたの旅に幸せが多く訪れますよ、不思議な旅人さん。うん。の旅人ちゃん、ラペットじいちゃんの宝石作戦は大成功だったみたいだね。うん、まあ宝石さん、ダンクローネだからね。アイリちゃん、すっかり元気になって本当によくやってくれたね。シャア、おだちんだよ。翡翠の鍵、66,500。パンパニーニが残した小さな希望が大きな希望となって動
動き出したよ。動き出したね、はい。物語はまだまだ続くんだね。うん。このサブクエも面白いですもんね、ほんと。サブクエ、外伝も。あ、コッケちゃん帰ってきた。よかった、コッケちゃん。スライムつむりパン食いて。お、ザンクロネ。運命の振り子に少し力が宿った。振り子をさらなる輝きで満たすために他の地域を探してみよう、うん、はい。ということで、達人のね、冒険ガイドの方がシングランゼドーラリオの行商人ラバンに話しかけてセレドの町へ行こうということで、今度はセレドの町のね、まあ真のセレドの町、リゼロッタがいたね、セレドの町、リゼロッタがいたっていうか偽りのセレドではリゼロッタがいたダーマ神殿があるあのセレドの町ですよ、はい、それの真のセレドの町ということになります。はい、ということで、まあ、今回の動画はここまでですけど、次回そのセレドをやっていってもいいのかな、なんか紹介されていくクエスト、これ、あー、そっか、レベル上限が93になる。今いくつ ?86 か。じゃあ行っておこうか、先に。今レベル上限が90ってことか。で、これを93になるってことね。じゃあ、装備袋のやつと、装備袋のやつと、レベル上限解放やるか。よし、じゃあ次回はそうしようかな。先にクエストをやる必要があるみたいなので、うん。そうします。ということで、まあ、今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それと応援の高評価、クリックお願いいたします。それとツイッターのリンクが動画の概要欄に貼ってますのでよろしければフォローしていただければと思います。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回お楽しみに。お、なんで後ろを向く。はい、ということでお楽しみに。ありがとうございました。